雨の道。出発が遅れたせいで雨が降り出した。カッパだカッパだ。カッパには住むべき場所を選ぶ権利はないのでしょうか。そんなことをして寂しくないの。寂しいカッパが泣くのです。涙で皿も潤います。そんな寂しいカッパはそのこと川に帰ってしまえばいい。帰れるカッパは泣きません。カッパは見たくない。カッパは生き物です。偽物ではありません。帰りたくても帰れないってかわいそうだね。涙が止まらないのは玉ねぎにかけられた魔法のせいだよ。不思議なことに、こちらからいくら呼びかけても反応がない。聞こえていないのだろうか。聞く気がないのだろうか。この人と会ったことあるのか、会いたかった人なのか、行きたかった場所か、ずっといた場所か、何をしていたのか、
どう思っていたのか、そのうちわからなくなる。ぶっ倒れたおっさんが叫んでた。こりゃいかん。早めに帰って寝るとするか。ワニを連れて帰ってきてくれた。ちゃんとしましたよ。それからこれは、輸送経路で、通る道の管理してる、場所のここにも書類を送りました。で、うん、これは分かりやすい夢を見た。ワニが部屋の中にいた。いや、これは夢じゃない。昔ワニを借りに行ったのだ。しかし果たして過去の記憶は現実なのだろうか。また会えるよ。みんなそこに集まってくるからね。